どんな言葉かというと、僕は人の心を変える、人の行動を変えることだと思っています。僕がこの場所に戻ってきてから、東京ヴェルディのファン・サポーターの皆さんは僕の心と行動を変えてくれました。どんなに辛い時も90分以上応援し続けてくれて、時には駅でチラシを配ったり、どんな小さなことでも選手と一緒になって戦ってくれたことを僕は一生の誇りです。絶対にそのことは忘れません。だからここにいる選手の皆さん、僕はそんな彼らの気持ちに応えようと、誰かの心を変える、誰かの行動を変える、そんな気持ちでプレーしてきました。影響力とは 100% でやりきった人間であったり、試合で常に全力を尽くす、またそういった言動をしっかりと気持ちを込めて行った人にしか誰かに影響力を与えることはできないと信じています。なので来年以降もここに残った選手はヴェルディのために、そしてファン・サポーターの心を動かすためにも全力で今日のような試合を続けてください。そして佐久、奈々美、僕の息子と娘、二人が頑張っている姿を見ると、どんなに試合に出れなく時期が過ぎても心は折れませんでした。二人が頑張って走っている姿や何かと戦っている姿を見て、僕も何回も勇気づけられました。本当にありがとう。最後に妻めぐみ、僕は自分が辛いことや情けない姿を他の人にはなかなか見せませんでしたが、あなたにだけは見せていました。自分が間違った方向に行きそうな時、必ず助言をしてくれました。あなたがいたから続けることができました。本当にありがとう。僕はいなくなりますが、このクラブはずっと続いていきます。今年で50周年を迎えた東京ヴェルディが次の50周年に向かってまた歩き始めます。50年後僕はまあうまくいけば85歳になってます。その時にどんなチームになっているのか本当に楽しみです。今日はそんなたった100分の1の1日ですけども、これがヴェルディのサッカーですよ。来年以降も頑張る選手たちの背中を押し続けてください。本当にプロ13年間支えてくれた皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。